この辺がよくですね、天満宮、御祭天の。三光門、ああ、中もそうですね。御祭天皇の御達筆ですね。本殿の中はですね、撮影はできませんので、ここまでにしたいとは思うんですが、こう残ってますね。もみじ残ってます。入りましょう、この際。はい、入ってみたいと思います。せっかくですので、ちょっと戻ります。ですね、もみじ園やってきました。中でですね、お茶のお菓子いただけるということで、それで1000円ということですね。ただちょっと入るだけで1000円というのは結構ね、高い感じがしたんですが、そういうことですね。お菓子が出るということですね。結構残ってますね。敷地もですね、結構広大な敷地になってますね。よかったですよね。おそらくもう最後のですね、紅葉だと思うんですけども、12月4日です。今年の紅葉のピークというのは11月20日頃が、紅葉のピークだったんですけども、けどまだまだ残ってますね。来てよかったですね。いや、今年最後の紅葉、楽しめそうですね。
魔なの。あ？ずっと邪魔。行くでも俺。あそこにほら、入り込まれる。あ、そこに。あー。あー、かわいい。うまっ、かっこいい。まだまだ青い楓がありますね。もうちょっと丁寧にさ。
歯だけじゃなくて、いろんなグラデーションでいろんな色合いが楽しめて、これは綺麗です。このモミジはまた違いますね。